On the bridge. はいどうも。相も変わらずひったすら SS でトミーと橋の奪い合いをしています。ゆっくりです。さて今回は残念ながら初動で失敗したため、橋で一時対戦みたいな戦いをしています。コマンダーとして仕事してたけど正直このゲームのコマンダー、よほど統率力がないとただの空爆攻撃養成ボットだから養成し終わったら暇なんですよねー。そういう時、みんなはどうすればいいかわかるのかな？銃持ってんだから前線に行って敵を殺すしかないよなー。煙となんちゃらは高いところが好き。ということで橋の上から狙撃しましょうねー。さて橋の上まで来たが対戦車砲が見えるなー。味方に通報して空爆でも要請してもらおう。よくよく考えたら要請するの私の仕事だった。まあ普通科に人も補給しに帰ってるから10分は要請できないけどね。さてここからは私のターン。トミーをバッサバッサ撃ち抜き勲章もらってやる。まあ一発目は威嚇射撃だよね。三度目の正直とはこのことよ。場所悪いからもう少し前に行くか。はい二人目。屋上にいっぱい溜まってるなー。なんか見覚えあると思ったら石を裏返した時にいる虫がこんな感じだな。というかこの距離だと本当に虫にしか見えねえ。はは、人が虫のようだ。橋に向かおうとしているがそうはさせんぞ。物陰から出てくるところとか本当に虫そっくりだな。今度はなんだ、屋上でたむろか。高校生じゃないんだから屋内に引っ込んでろ。ちなみにうちの高校の屋上は過去に生徒が授業中にドッジボールしてたから封鎖されたぞ。ゆっくりも屋上で青春したかったぞ。一緒にやるやついねえのに余裕は。黙れ口を縫い合わすぞ。ちなみにドッジボールの実行犯が今ではその高校で教師してるんだから意味がわかんねえ。さてこっちでもドッジボールしますか。弾は鉛製で当たったら人生アウトだけど。というかこっち一人なのに対し無限湧きしてねえかあれ。ゾンビ戦法しやがって、こうなったら人が先に消えるのか弾が先に消えるか勝負や。って何回も対戦車砲すごい挙動してたな。それにしても一発ごとにリロードするの面倒だな。誰か弾に10発くらい入ってるボルトアクションよこしてくれないかな。液管単銃か突撃銃使えって。連射武器は甘え、ボルトアクションこそが思考。それは単にお前が弾一発一発を大事にしないでクソエイム発動して当てられないからだろ。うるせえ、ボルトアクションでもクソエイム発動するわ。それはそうとスコープなんかもいらね、視界が狭くなるだけ。なんなら200メートルくらいなら余裕で当てられるけどね。はいはい、キリオツ、偶然だろ。運も実力のうちじゃボケ。それは実力がある奴が言うことなんだよな。さていくら殺しても屋上から無限湧きしてくるな。めちゃくちゃ爆撃してー。あーへっしょ気持ちいい。音が最高や、この音を聞くために十分してるようなもんや。というかトミーも少しくらい学習しろよ、そのうち屋上が死体で埋まるぞ。人命が軽いとこうなるんやな、東部戦線の奴らも苦労するわこや。はい相当完了、あの家だけでも1ダースは殺したぞ。屋上はもういい加減はいてこないだろうから橋の方を見てみるか。対戦車砲くんウッキウッキで草。射兵のない場所を突破してくる悪い子はリスポーンしましょうねー。お学習したか土のうに隠れてやがる。はいはい通報通報誰かなんとかしてくれ。てか外人2機大丈夫か、情緒。PTSD 起こしてるだろあれ。残念、土のうの裏でも当たります、出直してきてね。また屋上からはいてきたよ、いい加減飽きてきたぞ。見てる側の気持ち考えろよ、何も面白くねえよ。いっそのこと開き直って戦列歩兵みたいに一列で突撃してこないかな。はい今死んだ子、次はお仲間を引き連れてきてね。屋上火ってことになってんな。お、なんかおるやんけ。残念逃げられません。対戦車砲くん本当嬉しそうやな。そんなに突っ込んでいった装甲車を爆殺したのが嬉しかったのか。そしてやはりヘッショは気持ちがいい。これのサウンドパック発売してくれねえかな。
敵が拠点に入ったからって味方ごと砲撃するのやめろや。自国じゃないからってベルカ式国防術発動しやがって。ほら言わんこっちゃないわ、いてこなくなった。阻止砲撃で余計敵が入りやすくなってるの本当くさ。そして誰もいなくなった。いや対戦車砲くんだけ踊ってたわ。土のうの裏に隠れるなよ、当たらねえだろ。当てられないの間違いだろ。くらえ下打ち。当たってねえぞ。弾なくなったし帰ろ、48打ち切るとかなかなかないわ。まあゆっくりのおかげで勝ったね。ぶっちゃけあの状況になるとキル数が多い方が勝つから本当クソゲー。ということでさようならー。